サバイバー。若い頃というものは真面目で誠実な男性よりもちょっぴり危険でダメな男性に惹かれるもの。見た目はイケメン、クールで意地悪なのだけど、なんだかとっても不器用で。でもそんなギャップが良かったり。ですがご主人、そういう男は学生時代はよくっても社会に出たらまるで使い物にならないことが多いんですよね。ハッキー、またお前か、このドジっ子め。まあ今までよく野生で生き残ってこられましたよ。犬それぞれ。お座り。何です、急に。君は賢いね。それに引き換えどこかの芝さんは。賢いというのは妖犬と和犬では意味合いが違うのですよ。じゃあ妖犬だけど、あれは。ご主人、あれはハスキーです。妖犬の賢さは人の指示に忠実に従うところにあります。対して芝の賢さは自分の考えに従い行動するところにあるのです。えへん。なんという文系的屁理屈。自分はどんな命令にも従います。君は体育会系だね。いえご主人、あれこそが体育会系です。早食い競争しようぜ。負けたら罰ゲームね。オオカミ、オア、ハスキー。オオカミ、犬か犬族、決して人間社会の枠にはまらず、人にこびることのない孤高の存在。世の中には2種類の犬が存在する。枠にはまらない犬と、はまる犬だ。などと言っております。同志、元いご主人。なるほど、シベリアンハスキーだ。しつけ。待て、待てだぞ。待て、また、まだよしって言ってません。ずるいですよご主人。嘘発見機。あー、これ欲しかったんだよね。何ですか。じゃーん、犬の言語翻訳機、バッティンガルさん。それご主人に必要あります。時に春さん、昨日私のクッキーが突然消えたのだけれど。な、何のことですか。美味しかったです。わはな。春さん、本当に私のこと好き。当然です、そこに嘘偽りはありません。お、本当だ、やったぜ。その使い方間違ってませんか。私の魅力を一言で言うと、ご主人は世界一美しい人です。そもそも一人しかいないので。まるで悪魔の機械です。おとぎの国の女たち。納得いきません。彼どうしたの。どうしても浦島太郎が気に入らないみたい。なぜ亀の恩人があのような仕打ちを受けねばならないのでしょう。理不尽ですよ。どうせ男が一方的に別れを切り出したんでしょう。払いせよね乙姫の。やはり理不尽です。では春さん、シンデレラはなぜ靴を落としてしまったのでしょう。運命のいたずらとかですか。ロマンチックですこと。わざとに決まっておろうが。見つけてもらうための。たとえ運命だろうが、好みじゃないやつのキスで目覚めたら白雪姫も寝たふりするわ。今娘履いたよね。それはどうでしょうか。やれやれ、おとぎ話じゃないんだから。これだから男は。え、おとぎ話の話ですよね。